クローニーカバンマンクローニーカバンマンは2003年にアイルランドで発見された鉄器時代の湿地遺体である。名前はミーズ県バリバー近郊のクローニーカバンで発見されたことにちなむ。クローニーカバンマンはデータン採掘中に偶然発見された。採掘用の機械によって遺体は切断されてしまい、上半身の実が現存している。現在ダブリンのアイルランド国立博物館で 展示されている。遺体に残された様々な証拠から、クローニーカバンマンは何者かによって殺害されたことが明らかになっている。頭蓋骨は鋭利な道具で切り開かれ、頭頂部には脳にまで達する深い傷が負わされている。顔面にも鼻筋から右目の下にかけて大きな裂傷が認められる。これらの傷は斧のような鋭利な道具によってつけられたと見られ、 クローニーカバンマンは儀式の生贄として殺害されたと考えられている。放射性炭素年代測定の結果から紀元前392年紀元前201の間に死亡したことが判明している。毛髪の科学分析からは死亡する直前の食生活の様子が明らかにされている。クローニーカバンマンは野菜とタンパク質を豊富に含んだ食事をとっており、 このことから、成果の時期に殺害されたと見られている。死亡時の年齢は20代前半と見られる。クローニーカワンマンの最大の特徴はその髪型にある。髪を上に持ち上げて、生髪量で固定し、髪紐で結んでいる。クローニーカワンマンの身長は約160センチメートルと推測されているが、この髪型は背をより高く見せる効果があったと考えられる。生髪量は、 植物の油と松屋にから作られており、フランス南西部、またはスペインからの輸入品と見られている。このことは、ローマ帝国の影響がまだ及んでいない、紀元前4、紀元前3世紀の段階で、アイルランドと南ヨーロッパが交易を行っていたことを示すと、同時に、クローニーカバンマンが交易品を手に入れることのできる上流階級の人物であったことを示している。 ありがとうございます。